行政経験などがあるリタイア組を新たに雇用し、被災地に派遣して復興に役立てようという東京都の新たなプロジェクトが始まりました。都によりますと、特に壊滅的な被害を受けた沿岸部の被災地では、公共工事の発注業務を担う技術系職員が不足し、復興が思うように進まない状況です。このため都では、建築や土木の分野で実務経験のある公務員の OB などをおよそ40人雇用して、原則として1年間被災地に派遣することになりました。なんとか、私もリタイアしたもんなんですけど、最後にちょっとお会いできることを当てればなと。今すぐにやってほしいという希望がどうしてもありますので、即戦力の方が欲しいと。今日の説明会にはおよそ120人が参加し、今後書類や面接などで選考が行われ、早ければ秋にも現地に派遣される予定です。